Hi everyone, this is Autopostrophe. Let's continue our game of Yakuza 0 on PC in 4K. Let's go. Yeah, I'm good. I'm eager to pay the Shitani a visit. Alright, let's go then. お疲れ様です、ビリケンさん。おう、ごっつい互角人捕まえてきたで。入れたってくれ。あれ、いつもより多いんやないですか。気にしな。あんたんどこの娘も今年大学やろ。すんません。ほな、楽しんでこいや。世話になったな。Alright, thanks, uncomfortable boner. Nishitani no ee dachi ni nari se na. Oku de cha demo iremasu yo.おい、でもしたんか。お前に会いに来たんや、西谷。ほんまに嬉しいわ。ちょうどわしも真島君に会いたい思っとったとこなんやで。はあ、お前が俺に何の用や。この前の殴り合いはほんまに楽しかったな。思い出しただけでもうっとりしてまうわ。あ、せやけど警察に邪魔されて最後までケリがつかんかったやろ。自分で呼んだんやないか。アーセント真島くん、お店では殴り合いしてくれへんねんもん。せやけどどんなにええ喧嘩でも蹴りつけへんのはあかん。野球の試合と同じやで、途中で雨天中止になったら選手のエプレーも無意味になってまうやろ。5回裏まで終わっとれば試合は有効や。何言うてんねん。あの喧嘩はまだ1回表やで。わしゃ何としてももう一度殴りようって楽しみたんや。おもろいおっさんやな。せやけど俺はそないなようで来たんとちゃう。ん？誠がさらわれた。やったんはお前か。なんや、仕事の話かい。
マコトサラッタンは白いスーツの見たことのない男や。お前の仲間やないんか。わしに備えな友達はおらんで。なんやて。せやけど予想はつく。わしでも真島君でもない第三の勢力や。第三の勢力？一体何者や。まあわしは大方目星ついとるけどな。知っとるんか。誰なんや。あの西谷さん、これ。ああ、そうや、酒買うてきてくれるか。せっかくの来客や。ええ酒頼むで。わかりました。ちょっと待っとってください。どないなっとんねんここは。わしらみたいな仕事しとるとな、安全なねぐらがよう見つからんのや。ほんとこそちゃうか。あ、せやけどここはお上に守られた日本一安全なねぐらや。こないな連中に囲まれて安全やと。拳一つでわしの玉取ろっちゅうような人間はおらん。大抵は刃物や飛び道具使ってきよる。ここやったら備えなもん持ち込めへんからな。ここはほんまに熟睡できる我が家や。西谷、誠をさらった第三の勢力は何もいいや。そやな、真島君は知りたいわな。佐川のおっさんには到底調べ上げれ巻いてやもんな。教えてあげようかな。けどどないしようかな。おとなしくはかんと今度は楽しい殴り合いですまんことになるで。そんな言われるとはし、ごっつい期待してしまうで。真島君、この間よりもっともっと楽しませてくれるっちゅうことやもんな。ええんやな、安全なねぐらで大怪我することになんで。楽しみや。わしは強いもんを見るとな、あそこが固まってしまうわ。もう我慢でけへん。変わったやつやな。お望み通りとことんしばき倒したるわ。ドクドクするわ。He's got a lot of health. My goodness. Yeah!
him in front of controllers. I have to change the buttons. Fucking turn this off. First they change the slashes and then change the buttons. ますます真島君に惚れてもうた。あんたほんまにおもろいやつやな。ビリケンのおっさんが言うとったように、出会いが違えばええ仲になっとったかもしれへんな。殴り合う理由を持って出会えたや。最高にええ出会い方やで。なんや、急にまっとうなこと言いよって。ほな聞かせてくれや。第三の勢力は何もんや。なあ真島君、佐川のおっさんを裏切ってわしと組まへんか。ああ、マコトちゃんを狙う第三の勢力は日教連中集団。日教連？東条会の直系組織や。東条会直系？アホな、日教連なんて聞いたことないで。そりゃそうや。表向きには東条会の大門を掲げとらん裏の組織や。マコトちゃんをさらったんはおそらく日教連の総裁セラ・マサルや。セラ・マサル？数日前にセラが日教連を引き連れてこっちに潜り込んだっちゅう情報が入ってな。もしやマコトちゃんを狙っとるんやないかと勘ぐってたとこやった。なんで登場会の勢力が二つもマコト狙っとん？二つ？俺に誠を殺すように命令出したのは島の親父。島の中と東条会の島のか。なあ、セラも島のも東条会。ほんなら東条会ついでや、わしも教えたる。あ、わしの雇い主は堂島組の渋沢中若頭補佐や。堂島組？せや、これまた登場会の直系や。セラの日教連、お前に命令下した島の組、ほんで堂島組、三つ全部登場会や。一体どういうことや。なんでやろな。ま、登場会の内輪もめなんかわしには関係あらへんことや。日教連が隠れてる場所は分かっとんのか。ちゃんと調べ上げとるで。どこや。知ってどないする気や。まこと取り返しに行くに決まっとるや。無理や。あ？真島君が強いはよう分かった。せやけど一人でどないかなるほどあまないで。日教連は何やと。登場会の大門掲げてはできへん汚い仕事をこなしとる特殊部隊や。さながら
アメリカの CIA、ソ連の KGB 言うたところやな。せやけど、わしと真島君が組めば勝ち目がないわけやない。それに、わしと組むっちゅうことは他にもええことがあんで。ない。佐川のおっさんからの命令は、誠ちゃんを殺すことやろ。佐川と組んでる以上、誠ちゃんを殺さなあかん局面にぶち当たんで。でもあしゃ、殺しやなくて、柄を抑えて依頼主に渡すよう言われとんねん。佐川を恨みってわしと組めば、とりあえず誠ちゃんを殺すはめにはならんやろ。悪いな、断るわ。なんでや。日教連の世良も誠を殺すようには見えへんかった。もし俺の目的が誠を殺さんことやったとしたら、そのままおとなしく日教連に預けとく。せやけど、誠はもう十分すぎるほど裏社会の食い物にされてきた。両目まで見えへんようになってな。俺は誠を殺せへんかった。俺には誠を生かした責任がある。ただ命があったらええってことやない。人として生かさなあかん責任や。極道の食い物にはさせん。残念やな。お前みたいな男ともっと早く出会わんかったが、ほんまに残念や。なんや急に。なんやろな、わしみたいな人間が何を抜かしとんのやろ。日教連が潜んどるな、椿園の中や。椿園？なんや、こっち住んどって椿園も行ったことないんか。脇あって蒼天堀の外あんまり行かれへんもん。でなんや、その椿園っちゅうの。椿園はな、それはそれは歴史ある料亭街の通称や。日教連はそん中の弁天やって店にアジト構えとる。誠ちゃんもそこに囚われとるはずや。料亭街？ガイドブックに載っとるようなとこちゃうで。百聞は一見にしかずや。案内したる。ついでに一緒に暴れたる。ええんか。俺は死んでもお前に誠は渡さへんぞ。そんな話は日教連から誠ちゃん取り返した後や。さあ、真島君と一緒に大暴れや。楽しなるで。さて、ほんなら楽しいお遊びに出かけますか。おい、おまるさん、出して。チェックアウトや。真島君も一緒に出るで。なや、誰もおらんのかい。しゃあないな。勝手に出るで。ちゃん、逃げや。西谷。なやねんな。おちゃん。お前。ビリケンさんには用してもろたんですがね。娘が大学行きたいなんて言うもんでして。ちょっと気張らなあかんのです。何言うとるんや。ハンタラ殺したらビリケンさんからもろてた小遣いの100倍くれる言わはるんですわ。
やっぱ東京の人は羽振りええんですな。お前買われたんか、誰にや。こら、あかん感じやないかい。にしたな。昔、おっちゃんに言われた通りや。悪いことばっかりしてたら、罰当たんな。なあ、おっちゃん。マジマ君、わしはこのアホンダラと肩をつける。西谷、あんた思いっきり暴れたらええ、思いっきり楽しんだらええ。ヤクザなんぞどうせ早死ぬんや。なら後先考えんと自分の道前に進めや。何言うとるんや、さっさとくたばらんかい。はよ行けや、マジマ。まこと地女生かした責任きっちり取ったらんかい。行けや、マジマ。許してくれ。頼む。Chapter 11, A Murky Riverbed. Complete.Chapter 12, Den of Desires. お疲れ、マジマちゃん。そよ、はあ、ちょっとの間蒼天堀からお前の姿が消えたって報告があってな、心配したんだぜ。てっきり誰かに殺されて川に沈められたんじゃねえかってな。留置場の西谷に会いに行っとったんや。へえ、わざわざ留置場にまで足を運ぶなんて仕事熱心じゃない。蒼天堀はお前の庭じゃねえんだよ、檻なんだよ、檻。ホテルでさえ出かけるときにはフロントに一声かかるよな。檻の中のお前が何黙って出てんだよ、なあ、なあ。でよ、そんなに急いでどこ行くつもりだったんだ。もちろんあんたに報告しに行くとくや。だよな、よかった。
so weird he could take him on, but it's part of the story. Part of the story. かわいそうじゃん。掃除のおばちゃんがよ。で、西谷に会ったってことは聞き出せたんだよな。牧村誠の居場所。ああ。せやけど、誠を奪っていった白いスーツの男は西谷とは関係あらへんかった。誠を奪ったのは日教連のセラッチュやつや。日教連。大門は隠しとるが、東条会の直系組織。東条会。島野の兄弟と同じ。西谷を雇ったのも東条会や。堂島組の人間やった。じゃあ東条会の勢力が3つも牧村誠を狙ってるってことか。この情報全部留置場で西谷に吐かせたのか。せや。西谷相手に上出来だな。やつからここまで聞き出すには相当えぐい拷問でもしたんだろ。え、どんなことしたんだ。いろいろや。うん。で、東条会からモテモテの誠ちゃんは今どこにいるんだ。椿園の中の弁天やってる予定や。そこに日教連がアジト構えとるらしい。椿園ね。日教連って連中も目の付けどころがオツじゃないの。どういう意味や。そりゃお前、牧村誠みてえな女の子が泣いて歩いてても違和感ねえからな、椿園は。え？行ってみりゃ分かるって。それじゃあ早速行くとするか。ね？なんや、あんたも行くんか。犬を一人で散歩に行かせる飼い主がいるか。いねえだろ。お前が蒼天堀から出るときや俺も一緒なの。分かった。Go to Camilla Grove. おい、お前聞いてんのか。真島ちゃんさ、まだ準備できないの。今頃あの子、日教連とかいうやつらに遊ばれてたりするのかもよ。かわいそうだな。となるとさっさと死なせてやんの。おいお前。いらっしゃいませ。ありがとうございました。Extra bat is going to boost the hit count of the bat and chuckle swing. Increase power of your regular attacks and heat actions.This all-out hit takes full advantage of the baseball's bat's design. Reduces the rate the heat gauge drops. Increases the amount of heat gauge rises. Hmm.
Pulse rush defense when in heat mode. What, really? それじゃあ椿園に行くぞ。I'm set. 連中も警戒してるはずだ。大丈夫よ。早いとこ案内してくれ。はん。やる気じゃねえか。今度こそ俺を失望させないでくれよ、真島ちゃん。よし、出発だ。悪いな、ばあさん。俺たちはお目当ての子がいるんだ。拙者やな。どこ行きはんの？あそこだ。弁天屋。あそこに誠が。西谷の話が正しければそういうことになるな。待っとれよ、誠。どっちから行く？まどろっこしいのはよそうぜ。俺は左、真島ちゃんは右、二手に分かれて女探すぞ。佐川藩一人で大丈夫なんか？心配すんなよ。見つけたら容赦なく殺すだけだろ。日教連だろうが世良だろうが牧村誠だろうがせいぜい玉切れにならんよ。真島五郎さんですね。せやったらなんやねん。世良の親父はあなたを殺さずにことを収めたいと思っています。東条会の情けをかけられてるうちにこの件から身を引いてください。大門隠してこそこそうろつくような男に情けかけられる覚えなんかないで。聞く耳を持ってください。これ以上奥へ進もうとすれば生きて返すことはできません。
そりゃよっぽど大事なもんを奥に隠しとるんやな。ますます行くしかないやろ。どうしても引く気はないってことでいいんですね。当たり前やろが。くどくど言っとらんで、まこと返すか俺に殴られるか決めんかい。どちらもお断りします。手加減は無用だ。日教連の恐ろしさを身をもって知らせてやれ。
What? Really? セラ日教連を相手にここまでたどり着くとはさすが島の組で鳴らした男だ。誠は牧村誠はどこや。彼女は先ほどある人間に託されここを出た。な何やってある人間って誰やねん。そう焦るな。それは花からお前に伝えるつもりだ。信用しろ。俺はお前の敵じゃない。
せやったら組員を襲わせたのは何で？手荒な真似をして悪かった。しかしお前の覚悟を知っておきたくてな。覚悟やと？知っての通り、日教連以外にも牧村誠を狙っている組織がある。そのほとんどが俺の予想の範疇だったが、一つだけ思いもよらぬ展開になった。それが真島、お前の存在だ。3年前、忽然と島の組から消えた組員がなぜ今蒼天堀にいるのか、そしてなぜ牧村誠に関わっているのか。近江連合の佐川に弱みを握られてお前が動いたことは想像がついた。だがここからが分からない。なぜ佐川を裏切って牧村誠を助けようとしたのか、彼女の価値を知ってそれを独占しようとしたのか。俺は誠の価値なんか。そう、お前は知らない。じゃあなぜ危険を冒してまでここにたどり着いた。あの女に惚れたってことが？まさかな。お前が俺の何を知っとんねん。俺が人助けたらあかんのか。そうカッカするな。なんであれ彼女を助けたい一心だな。分かった。お前の気持ちを踏みにじる気はない。だが今は東条界の未来を左右する重要な事態だ。すでに多くの血も流れてる。もしも生半可なヒーロー気取りで首を突っ込んでるなら受け入れがたい。お前の覚悟を知っておく必要があってな。ずいぶん物騒なやり方やな。で、確かめた結果はどないやん。俺は慎重派でね。結論を出すにはやはり自分の手で確かめないと気が済まないんだ。真島、もしも命を懸けて牧村誠を守る覚悟があるなら俺を倒してみろ。そしたら誠の行方を教えてくれるんやな。ああ、二言はない。あんたのやり方に従うんは尺やが、俺も手っ取り早いんは言葉より拳や。ええや、やったるわ。お前の覚悟を見せてもらおう。That swing and back move is so hard to get out of. It's like a damn back kick. どうや、
満足か。ああ、お前の牧村誠への覚悟は痛いほど伝わった。ほなさっさと言え、誠は誰の手に渡ったんや。不動産会社の人間だ。不動産会社？なんで不動産屋が？本人も知らないところで牧村誠は土地の所有者になっていたんだ。その一坪で10億と言われる空の一坪のな。一坪10億？そんな土地どこにあるんや？お前のよく知った町だ、カムロ町？誠はカムロ町に連れてかれたんか？ああ、今空の一坪を誰が手に入れるかで登場会が大きく揺れている。土地の10億なんてな目先の金に過ぎない。空の一坪はカムロ町の再開発に絡んで莫大な金と権力をもたらす鍵なんだ。それで極道が非力な女から力ずくで土地取り上げようとしてるっちゅうことか。ちょっと留守にしとる間に登場会も落ちたもんやな。信用してくれ、俺は決して彼女に危害を加えていない。お前がそうやったとしても他の連中が誠を奪いに来るやろ。現に車ごと爆破される寸前やったんやで。せやのに普通の不動産屋とはわけが違う。彼らの手に守られているうちは安全だ。不動産屋ごときに誠が守れるわけないやろが。その不動産屋の名前と行き先を教えんかい。教えてどうする。カムロ町へ行くに決まっとるやろ。それがますます彼女の命を危険にさらすことになるとしてもか。どういうことや。カムロ町に向かうのはお前一人じゃ済まないだろう。佐川か。やつは必ず牧村誠を殺そうとするだろう。お前がカムロ町に来るということは危険を持ち込むことになるんだ。本当に彼女を思うなら蒼天堀にとどまり佐川を食い止めることが最良なんじゃないのか。不動産屋が絶対に誠を守れる保証はあんのか。もしも俺を信用できないんならその銃で俺を撃ち殺せ。不動産屋の名刺は胸のポケットに入ってる。死体から取って持ってけ。俺はお前を信用して話した。あとはお前が俺を信用するかどうかだ。誠にかすり傷一つ負わせたら承知せえへんぞ。命がけで守る。お前は蒼天堀にとどまり佐川を。この泥棒猫が。ナイス連携プレーだぜ真面目ちゃん。俺に撃たせるためにこいつを丸腰にしてくれたんだろ。こいつか。牧村誠を託された不動産屋って。ほら喜べよ。知りたかったんだろ。立花不動産桐生一馬。
こうなりゃ檻から出るっきゃねえな、マジマちゃん。あ？蒼天堀の檻からお前を出してやるって言ってんだよ。行きたいだろ、カムロ町。ええんか。だってよ、カムロ町行って牧村誠を探すしかねえじゃねえか。こうなれよ、地獄の果てまでもあの女追いかけて殺すぞ。俺とお前でな。Chapter 12, Den of Desires. Complete! Chapter actually going by fast for once. Dōjima 組幹部、阿波野の包囲網はついに桐生をカムロ町に追い詰めるが、橘の決死の覚悟が Dōjima 組の一瞬の隙をついた。やがて殻の一つぼをめぐる熾烈な争奪戦はついに東日本の裏社会を牛耳る東城会本家をも巻き込んでいく。目まぐるしく書き換わる極道たちの勢力図が新たな局面を迎える中、桐生は事件の鍵となる殻の一坪の所有者の名を明かされた。その人物の名は牧村誠。蒼天堀にいるという彼女をカムロ町に無事連れ出すことが、桐生や立花にとって堂島組に対抗しうる唯一の手段だった。Chapter 13, Crime and Punishment. こいつか、牧村誠を託された不動産屋って。ほら喜べよ、知りたかったんだろ。立花不動産、桐生一馬。8 hours for Majima reached the Camellia Grove. どうも落ち着かねえな。前に俺がいた頃の蒼天堀とはどこか違う。似て非なるものって感じか。あんた蒼天堀にいたことが。カムロ町に来る前は俺も立花社長もこの町にいた。ほんの1年半くらい前のことだ。その頃の俺らはマフィアと名乗っちゃいたけど、ほんの 4,5 人の所帯でね。ただ社長はその頃から近江のヤクザにさえ一目置かれてた。で、俺は社長の腰巾着だったわけ。立花が腕なくしたのはその頃の話か。まあね。当時組んでたやつが今小副長にしてちょっといかがわしいビデオショップやっててな。キャルって名前の店だ。お前先に一人でそこに行っててくれるか。話は全部通ったよ。俺はその前にちょっと寄るとこがあるんだね。寄るとこ。この町の今の様子を知っておきたい。蒼天堀で動いてたうちの人間と情報交換してくれ。渋沢組と近江連合の動きも少しは分かるかもな。そうか。お前にはビデオ屋で瀬良って男からの電話を受けてほしいんだ。そいつが今
例の牧村誠をかくまっててね。電話で彼女を引き渡す段取りを伝えてくる。セラってのも立花不動産なのか。いや、東上会の人間だ。日教連って組織のな。日教連聞いたことねえ。俺もよくは知らねえが、そのセラって男は風間の親分さんと通じているらしい。うちの社長が掴んだ情報をもとに蒼天堀で牧村誠の行方を探してたんだ。なるほどな。で、要するにあんたが街をぶらついてる間、俺は電話番ってわけか。そういうこと。じゃ、また後でな。Cyrus was called us at Cal Video in Shofuku West. I should check it out. Go to the video shop. Alright, why don't we stop it there? This is Outpost for you, watching Yakuza 0 on PC in 4K. Anyway, I hope you enjoyed watching. I will see you at the next stream.